朝日新聞の坪倉です。はい、ですね、今日あの午後にですね、大阪府の方が、まあ、あの滋賀県の、琵琶湖環境科学研究センターに要請していた、はいはい、あの福井県でもし、福島第一原発のような事故が起こった場合の、まあ、被爆予想ですね。でその結果が発表されるということ で、聞いてますのがですね、屋内退避が必要とされる100ミリシーベルト、はい、これがその大阪府内で、予測される事例が1例あって、 あとその安定用素材の服用が必要とされる50から100ミリシーベルト以内の地域、これがですね11例。その1例とか11例ってちょっと僕資料はあの机の上に置きっぱなしでまだ見てないんですが、その何かこういう風向きでこういう場合にはっていう、はい、そういうことですか。はい、北寄りの風が吹いた場合っていう前提があって6時間続いたと想定とかですね、はいはいはい、そういうその一定のこう条件の下でそういう予測がされていると、うん、でかなりまあそのこういう事例がもし起きたらという前提ではあるんですけれども、まあ、衝撃的な内容でもあるかと思うんですが、受け止めはちょっと、いやだからそこはまだ僕自身はあの専門的に分析したわけではないですけれども、まあ、知事と話をして、まあ、他府県の状況、要はこの情報を出すか出さないかどうするか、まあ、古賀特別顧問から相談があったときに、どうしようという、まあ、話を松井知事としたんですけどもね、やっぱり不安な情報、ある意味社会的に混乱をきたすかもわからないような情報は、まあ、とにかく積極的に出していこうと、出した上で、混乱が生じたり不安が生じたりした場合には、まあ、それをきちんと説明をしていくと、まあ、対話の中で対応策をきちんと模索していくという、まあ、そういう方針を、まあ、松井知事と決めましたし、まあ、僕はずっとこれまでそういう方針で行政やってきたつもりですから、まあ、そのような専門的な見地から見れば衝撃的な事例というふうに思われるのかも分かりませんが、まずはそれを出します。で出した上でじゃあどうしたらいいのっていうのは次行政マンに、まあ、考えてもらうと、まあ、そこを指示するのが僕と松井知事の役割であって、もうあと対応策どういう場合にどういうことを考えなければいけないのかはもうこれは行政マンに考えてもらうしかないですね。でその例というものがどれぐらいの確率のどれぐらいの減少なのかとか、そういうことももう僕が今把握しているわけではないですから、このデータ公表によって何をしなければいけないのかっていうのはちょっと担当部局に考えてもらいたいと思いますけどもね。これ古賀顧問がですね滋賀県の方にお願いされていて、ややこう出るまでにその紆余曲折があったようですが、なんかその大阪側が府市側がですねこの公表にためらいを持っていたとも聞くんですけれども、このあたりは何か聞いてらっしゃいますか。いやもう知事は僕も知事も僕も出していこうって話をしたんですが、他府県への影響でしょそれは。だから京都出してないでしょ、だからそこの調整だと思うんですけど、だからそれは大阪が出してしまうと京都どうなんだって話になるんでね、その調整のところで時間がかかったとは聞いてますけど、これは知事が山田知事等にいろんな話、折衝調整はやるというふうにやってくれたと思うんですけどもね。そうすると京都もまあ了承済みということでしょうか。いやそこは分かんないです、説明を受けたっていうレベルなのかも分かりませんし、それはもう知事がやってくれましたんでね。でこのデータを受けてですね、これからやはりそのどう対応していくか、まあ、まさに行政マンだってことにはなるんでしょうけども、ね、まあ、当然この防災計画等備蓄計画等にも反映させていくということでよろしい。ですからそこはもう行政的に考えてもらうと、そのまま置いておけばいい情報なのか、表示しておけばいい、知らせておけばいい情報なのかね、何か対策を講じなければいけないのかはもう行政マンで判断してもらいます。あの浮遊建築物の時も耐震化できてないその建物を情報開示するときにはいろいろ部局と揉めましたけども、まあ、全部開示しようということで全部開示しましたけども、開示はしたけれども耐震化は27年度まで、できないということで危険を出すというところで止まってしまってますから、今回のこの滋賀県のこのデータもそういう危険性を開示するところまでで終わってしまうのか、何かしら対策を取るのかはこれはもう行政マンの行政判断に任せるしかないですね。あともう2点ありまして、大飯原発の再稼働の問題でですね、藤村官房長官がその地元の同意というもの、この地元の対象にですね、滋賀県は含まないと。で、滋賀県の加田知事は地元ということに滋賀県は準じるんだとおっしゃっていたんですが、藤村官房長官のこういった発言についての受け止めをと思ったんです。
もう原子力発電所を動かすかどうかって話になったら、地元の同意とかそういうことではなくて、国が全責任を負って、決定をしなければいけないんじゃないでしょうかね。地元の同意なんて言い出したら、それは福井県だけでは収まらないですよ。もうそれはまやかしですよ、それは。地元の同意っていうんであれば、やはり甚大な被害影響を受けるような、そういう地域まで入れなければいけないわけで、福井県だけの同意を持ってね、地元の同意を得たから再稼働してもいいなんていうのは、もう今のこの我が日本の状況ではそんな理屈は通用しないと思いますよ。だからもうそうであれば地元の同意とかそういうことを言わずにね、国が全責任を持って、判断をするとされるということが必要だと思うし、もし地元の同意っていうんであれば同意を得る範囲っていうものはもう少し丁寧に考えるべきだと思いますね。今までの枠組みで物事を進めるっていうような今はそういう状況じゃないと思いますよ。先ほど のデータのことも考えますと、当然大阪府域においてもかなりまあ被害が出る可能性があると。そうするとまあもちろん滋賀県だけじゃなくて京都あるいは大阪ということも視野に入れてくるべきだというお考え。どうなんでしょう、それは関西広域連合という単位でやるのかどうなのかね、そこはもう僕の頭の中では整理はついていませんけれども、まあ今地元の同意とかそういうことよりもね、データの開示がやっぱり不十分ですよ。だから本当に電力が足りないのか、どこまで足りないのか、何期再稼働が必要なのか、いつまで必要なのか、そういう情報の開示もなくね、このまま再稼働に踏み切ったら、僕は民主党政権ももう本当に持たないと思いますね、これは。だって、まあ安全性の問題はね、瓦礫処理の問題でも僕は常に言ってますから、完璧な 100% の安全なんていうのはこの世の中にないと思ってますからね、やっぱりその安全性だけを持ち出すっていう議論はあんまり生産的ではないとは思うんですけれども、でもファクトというか事実というか、そのデータ、本当に電力が足りてるのか足りてないのかね、そういう話はしっかりやらなきゃいけないと思いますね。それから今日古賀顧問と河合先生、という、いろいろ原子力発電所に対していろんな活動されてきた弁護士さん来られて意見交換したんですけども、やっぱりあれですよ、使用済みの燃料ですよ、あの処理の問題が片付いてないわけでね、安全性の問題よりも自分たちが廃棄してるそのゴミのね、廃棄物のその処理方法が固まってないのに廃棄物をどん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 増やし続けるっていうのは、これはもう原理上おかしな話なわけですよね。それから今民間やその政府の事故調がいろいろ報告書を上げてますけれどもね、民間政府じゃなくて国会ですか、民間事故調と国会事故調ですか、いろいろ報告書を上げてますけども、あれ見たら誰が見てもね、今の日本政府が原発事故に対して対応できるようなね、そういう組織になってないってことはもう明らかなわけですよ。だから今どうも民主党さんがその原発の原子力発電所の施設の安全性の話だけに持っていってますけども、もっと重要なその政府の安全性というか政府のストレステストがまず本当に必要でね、政府組織がそれに耐えられるのか、それから電力が本当に必要なのかどうなのか、またそういうところに焦点当てて判断をしないと、原子力発電所の施設の安全性だけでこれ判断下したら、絶対に僕は国民がもう本当にすごい怒りを僕は爆発させると思いますけどもね。だから電力が足りないんだったら足りないでね、説明すればいいわけで、そこの説明の部分が本当に足りてないというふうに思いますね。その今おっしゃった政府組織のストレステストっていうのは、やはりその原発、震災もろもろでそのこう危機管理体制が全然なってなかったっていう。なってないでしょ、それはもう大混乱で、それは僕だって大阪のローカルの自治体の長をやった時に、新型インフルエンザが発生した時には、それはやっぱりみんな新しいそういう危機に対応する時には混乱になりますよ。でもその混乱があることを前提にね、本当に原子力発電所の事故に対応できるような危機管理体制になってるかっていうところ、ここ政府まだ何も再検証、事故調で今事実関係をこう調査して明らかにしてますけれども、じゃあ
一体どの部分が政府組織の危機管理体制、何が悪かったのか、どういう体制でやっていくのか、どういう指揮命令にしていくのか、そういうことをしっかり今構築して国民に発表していない段階でね、その原子力発電所の再稼働だけを判断するというのは僕はありえない政治判断だと思いますよ。だってみんな日本国民全員が9割9分が日本政府の対応に不信感を持ってるのに、施設だけが安全だから稼働しますなんていうのはどういう政治判断なのかが分かんないですけどもね。最後の質問なんですが、がれきの震災がれきの受け入れについてですね、最近になってその米子とか舞鶴とかですね、比較的その受け入れを表明する自治体が出てきたと、こうした動きについて、大阪市でも橋本市長は受け入れの意向自体が示していらっしゃる、決定ではないと思うんですが、こうしたこの広がりといいますか動きについてはどのように。いや当たり前じゃないですか。もちろんね、不安を感じる方に対してはしっかり説明をしなければいけませんが、安全だと、それこそ計測器で、あれどこでしたっけ、計測器を置いて、もう自由に測ってくださいってやってるところがどっかの自治体であるらしいですけども、大阪市でやる場合にもそうしますよ。もう最終処分地でもゴミ処理場の近くでも、もう計測器でも何でも置いてね、市民の皆さんが不安であればもうピコピ計測器持って測ってもらって全然構わないんで、そういうことをやって、安全性が今の社会的な約束事として安全だということになるんであれば、それは受け入れるのは当たり前でね、もちろん反対者はいるかもわからないけれども、そういう反対者の声によって、被災地の多くの皆さんの今の状況が改善されないっていうのはやっぱりあってはならないことですから、やっぱりこれは行政としてしっかり安全性を確認した上で安全なものについて安全な処理をするという、そういうことが徐々に全国の自治体に広がってくればね、今不安を抱いている方もいろいろ言ってたけども、ああなんだ、多くの人はやっぱりこういう判断するんだなというふうに感じてもらえるんじゃないでしょうかね。ちなみに今おっしゃったその自由に測ってっていうのは、その海洋埋め立て大阪の場合最終的にしますけども、それも含めてっていうことなんですか。あそこ行けるんですかね。ちょっと私もよくわからないです。もうちょっとわかんないですけど、でも言われれば常にデータ出すようにはしますからね。それはありがとうございました。